放水は1分間に1トン以上が可能で、水の出る先の堀にはこの高圧で大量に放水される水の勢いに加え、曲がっているホースがまっすぐになろうと暴れる力にも耐えなければならず、相当なテクニックと強靭な体力、とりわけ腕力が必要です。隊員がこれらを縦横無尽に取り扱うところをご覧ください。放水は脈々と湧き上がる消防建築のごとに高らかに打ち上げられました。